日銀は長期金利の上昇を抑えるため、21日から26日まで差し値オペを行うと発表しました。日銀は20日、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる差し値オペを21日から26日まで実施すると発表しました。買い入れ金利は日銀が金融緩和策の一つとして変動幅の上限としている 0.25%で土日を除く4営業日で行います国債は市場で買われると金利が下がるため日銀が買い入れることで長期金利の上昇を抑える狙いです日銀は20日も差し値オペで2251億円分の国債を買い入れましたが金利は依然として0.25%のままです日銀が連続差し値オペを行うのは 3月下旬に続いて2回目です今回は20日にも実施したため5営業日連続となります